おはようございます、たかしです。本日は11月24日水曜日、ただいま7時58分。それではポンド円のトレードポイントを見ていきましょう。まずは日足からです。現在日足エリオット波動5波をイメージしております。その5波進行中と考えておりますが、その中で5波の調整からの再上昇となるのかというところですね。昨日のローソク足は下髭が長い陽線となっております。上髭もつけているんですが、まあ、かろうじて陽線となりました。で、これで一旦ここですね、ここ3日連続陽線で、そして2本の陰線を挟んでからの今上昇に向かうんじゃないかというふうに見えてきました。インジケーターもようやく、上向いてきましたので、ここから上昇するんじゃないのかなというふうに見えております。昨日の状態はもう少しインジケーターが弱かったんですけれども、今日ようやくここから上昇しそうな雰囲気になってきました。今かろうじてですが GMMA 青帯の上にロウソク足が乗っているようにも見えますので、やはりここからそろそろ上げてきそうな雰囲気、そして目指すは一旦ここですね、 158.2 付近、それからその次は160円付近を目指して上昇してくるんじゃないのかなというふうに見ております。ただ GMMA 自体がまだ横向いていますので、もう少し上昇には時間がかかるのかもしれないですね。一旦上昇してもまた、戻されて、そこからの再上昇みたいな感じになるのかなというふうには考えてます。GMMA がもう少し上向いてきますと本格的に上昇していく、そうなりますと160円なんかを目指してくると思いますが、今のところは少しずつ上昇というイメージですね。では4時間足です。現在はこの平行チャンネル内で動いておりまして、この平行チャンネルの今上の方ですね、センターラインより上のところで今動いておりました。そしてその中でここで三角保ち合いになっているように見えますね。で、今ここオレンジのライン引いてるんですが、今この中で動いてきて、今値幅がだいぶ狭くなって、ここからどちらに抜けるかっていうところですね。現在は上抜けそうには見えますので、上抜けた場合は一旦この三角保ち合いの上限ですね、この辺154円のミドルぐらいを目指して上げてくると思いますし、もし下抜けた場合はこの辺、152円のミドルぐらい、この辺を目指して下げてくるのかなというところですね。ですので今はそれが、だいぶ値幅が小さくなってきて、そこでどうなるかですが、今一旦今日はもう少し、この辺で動くのかなっていう感じもしますし、このまま上抜けるのかなっていう気もしますが、ちょっとその辺が今分かりにくいところですね。今は昨日下落しました、この平行チャンネルの上限付近に今来てますので、ここから一旦の下落後の上昇になるのかなというようなイメージです。インジケーターストキャスティクスはまたゴールデンクロスして上向いてきておりますので、もう少し上値余地がありますので上げそうな雰囲気、マクディは弱いながらも上昇モメンタムも保っておりますので、ここからまだ上昇するんじゃないのかなという感じがします。で、この中で目指すのは一旦ここですね、黄色のライン、ここが1時間足の目線切り替えポイントとなりますので、ここを抜けてきますと1時間足が上目線に変わります。現在日足4時間足は上目線で、1時間足だけが下目線と考えておりまして、その目線の切り替えがここの高値ですね、この直近最安値の戻り高値がここになりますので 156.247、 ここを明確に1時間足で上抜けてくると目線が上向きになります。そうすると1時間4時間日足と目線が上で揃いますので、そこからは大きく上昇するんじゃないかと思いますが、そこまでは少し上げ渋るような動きになるのかなという感じがします。そして今は上抜ける前提でお話ししてますが、もしここが下抜けてきた場合、先ほど言いましたようにここですね、このヒゲ先ぐらい152円のミドルぐらいを目指してくると考えておりますが、ここの値っていうのはこの安値、こちらですね、この安値からここの高値に引いたフィボナッチリトレースメントの 61.8% 付近です。一旦消したんですが、はい、こんな感じですね、この 61.8% というところですので、もしここを割ってくるようですと、もう一段下のこの 78.6% の151円ぐらいまで下落してくるとは考えております。ただ今はここ 61.8% というのは結構硬いラインになっておりますので、下抜けないんだろうなとは感じておりますが、今ここも安値を切り上げておりますので、基本的には上げていくと考えてますが、もし下落してきた時はまたこの辺付近でどのようになるか、この安値を更新してくるようですと一旦下まで下落する。で、今ここの平行チャンネルで動いてますので、一旦はこの点線ぐらいまでは下落する、そしてその後はまたここの平行チャンネル、点線の下側ですね、こちらの方に入ってくると、この
下限ぐらいまで落ちてくる可能性がありますので、その辺は考慮に入れておきたいところですね。では1時間足です。先ほどの三角保ち合い、こちらですね、今は一旦この GMMA に支えられるようにして上げてきてはいますが、収束してますのでやはり抜きやすくなっております。昨日もここですね、 GMMA が収束しているところで抜けました。そしてまた収束しているところで上抜けもしました。で、今はかろうじて上がってはきてますが、まだ下抜けそうな雰囲気ではありますので、まだこの中にもう一回戻される可能性がありますよね。今ちょっとずれてますが、この平行チャンネルのこの上限がここの、三角保ち合いのここ上を走っていると考えまして、今この三角の中で動いているんですが、今はストキャスティクス高値圏からデッドクロスしてきておりますので、もしかしたらもう一度この三角保ち合いの中に戻ってくる、でここでもう少し値幅が小さくなってからの上抜けになるのか、それとも下抜けになるのかというところですね。で、現在はこの安値からこの高値に引いたフィボナッチリトレースメントを表示しております。で、昨日はですね、動画解説でもお話ししてましたが、上抜けそうですけれども、ここの平行チャンネル上限っていうのは過去にも大きく下落してきたポイントなので注意ですねっていう話をしてたら、やはり結果的には落ちましたね。一旦上抜けたように見せて、そこから大きく下落してきたのでちょっとびっくりしたんですけれども、今日も今ここ同じようなポイントには来ておりますので、ここ上抜けそうですが、もしかしたら一旦下落する可能性がありますので、そこは注意かなと見ております。ここの下落幅を見てますと、やはりだいぶ弱くなってきているのが分かりますよね。過去は大きく下落したのが、今は下落の幅が小さくなっておりますので、もし今ここ下落してきても、ここの三角保ち合いの中で動くのかなというような感じですね。で、今は GMMA が収束はしてますが上向いてきておりますので、やはり上昇優位かなというふうには感じておりますので、どこかのポイントで上抜けるんだろうなという気はしますけれども、先ほども言いましたが下落する可能性もありますので、ちょっとそこは注意していただきたいところではあります。ではまとめますと、本日はここ三角保ち合いをどちらに抜けるかですね。で、抜けた方についていくのですが、上に抜けた場合はここ154円のミドルぐらいを一旦目指して上昇してくる、下抜けた場合はここ152円のミドルぐらいを目指して下げてくると考えておりますので、抜けた方についていくのがいいと思ってます。現在インジケーターは少し弱めになっておりますので、一旦下落するかもしれませんけれども、基本的には4時間日足と上目線ですので、下げてきたところでは買っていきたいとは考えておりますが、下抜けする場合も考えられますので、その辺は注意が必要です。そして上抜けた場合ですが、一旦この辺付近を目指してくると考えましたが、最終的にはここですね、ここ156円、ここが1時間足の目線切り替えポイントになりますので、この辺ぐらいまで取っていければというふうに思っております。それでは本日はここまでです。今日も最後までご視聴ありがとうございました。たかしでした。バイバイ。